ミミの幸せなメロディー。はい、こんにちは。こんにちは。今日はいきなりゲストのお友達のゲストのシンガーのチビデレラ千恵子さんです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてです。はじめましてですね、ここにね、はい、よろしくお願いします。私とはじめましてじゃない、ね、仲良しで、うん、銀杏の美味しい季節になりましたけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、そうですね、昨日今日は暖かいですけどね、うん、ね、すごい急にまた寒くなるっていう、明後日ぐらいから、うん、ね、イチョウがすごく綺麗。イチョウ綺麗ですね、うん、まだでもちょっと赤が少ない気がする。黄色になっちゃってる、うんうん、え、イチョウの木って赤くならないの？赤くはならないね。あ、なんないのか。黄色のまま。なんないね。なんないね。なんないね。見たことないね。ですよね。そう、鳥越神社にいっぱいイチョウの木が、うん、大きな木があって、あ、外が綺麗。もうだいぶ黄色になってきてますね。うん、いい季節だ。ね。ね、この時期暖かいと嬉しい。うん、10月のな中旬並みの暖かさって今日言ってました、うん、朝のニュースで。本当に暖かいよね、うん、で、あさってぐらいから1月の半ば頃の寒さって言ってましたよ、うん、ああ、またじゃあ羽織るものが、うん、私冬眠したい。冬眠、あ、そ、寒いの大嫌い。寒いの苦手。ああ、やだ、うん、ということでですね、最初はですね、あの、私の好きなお店をご紹介したいと思います。よろしくお願いします、うん、今月はコーヒー専門店ファーム様のご紹介です、うん、東京都国分寺市本庁2丁目2-9第99東京ビル2階とね、中央線 JR 中央線か青梅線国分寺駅北口徒歩1分ですね。お電話番号が 042-327-5817042-327-5817。 1階の入り口はこんな感じですね、うんうん、で、階段を上るか、この階段の裏にですね、エレベーターがあるので、こうエレベーターからね、うん、2階に行ってもらって、うん、店内はね、結構いい感じで広くて、こう入り口入ると左右にこう分かれてて、うん、落ち着いた感じですごく素敵なお店でしたよ。うん、でね、いろんな産地のコーヒーをご用意してあるんですよ。で、その時のおすすめのコーヒー豆があって、うん、店主さんがいろいろ教えてくださってね。いいですね、うん。すごい広いんですよ。素敵、うん。でね、ちょっとコーヒーの写真撮り忘れちゃった。食べ物も撮り忘れちゃったの。残念。でもね、カレーとかね、うん、あの、ホットサンドとかもね、人気があって美味しいんで。カレーもあるんですか？これ、今これ、そう、店主さん。あ、そう、長谷川さんなんですよ。ダンディーで素敵。私のライブに来てくださって、あの、ご一緒の時、そう、大きな花束を持ってきてくださって、激パで、そう、来てくださったんですよ。すごいバラの束、うんうん、そう、バラの束で、もう一回言います。コーヒー専門店ファーム様、東京都国分寺市本庁2丁目 2-9 第99東京ビル2階、 JR 中央線または青梅線国分寺駅北口徒歩1分。お電話番号が 042-327-5817。 営業時間や休日はインターネットまたは店舗さんへご確認ください。本当にね、素敵。こういうこんな建物はこんな感じだったんですけど、うん、本格コーヒーが飲める、うん、コーヒー専門店ファーム様、コーヒー大好き、コーヒー好きにはたまらないと思います。たまらない、うん、ぜひね、足を運びください。長谷川さん、行きたいです。行きます。行ってください。あ、一緒に行こう、うん、行こう一緒に行こう、お願いしますというわけで、本当これね、サンドイッチとミックスサンド食べたんだっけ、うん、美味しかった。あ、卵サンド、卵サンド卵サンド美味しかった。美味しかった、うん、あ、いいな。そう、コーヒー飲む、なんでどこのコーヒー飲んだか忘れちゃったコーヒーの写真撮るのも忘れちゃった。食べ物もでも美味しかったんだよね。美味しかった。ブラックでなんて飲めないんだけど、うん、やはりコーヒーの香りがなくなっちゃうから、うん、ちょっとブラックで飲んでみようと思って飲めました。ブラック最高でしょ。大人大人大人になりましたよでもね、美味しいね、コーヒーじゃないとね、ブラックやっぱり無理、うんうん、
そうだよね。あの苦味とあれで、うん、胃も痛くならなかった。スーッと入って、そう、私いつもねカフェオレなんですよ、うん、もう牛乳とかミルクたくさん入れて、砂糖いっぱい入れて、うん、甘々にして飲むんですけど、うん、そうするとねコーヒーの香りが全く飛んでしまうっておっしゃってたので、うん、店主さんが、だからちょっとね大人ぶって、ね、ぜひぜひブラックで飲んでみましたわ。いいですね、うん、ということでですね、私先月、あ違う9月だ、9月に仙台に行ってきたんですけど、仙台、うん、この間ね、うん、別のこの鳥越さんの番組でゲストで出させていただいた時も、はい、仙台のちょっと動画をね、うん、1日目と2日目と流させていただいたんだけど、はい、今日はね2日目東京、あ違う2日目、2日目の分だけをちょっと流そうかなと思って。いいですね、オリジナル曲が入ってるので3曲では、うん、あの仙台東京、あ違う東京じゃない間違えた、イン仙台だった、うん、イン仙台、うん、見てください。はいはい、今日も一日頑張りましょう。えいえいおさせていただきます。中井たけみさん、かわいいお二人さん、今日も楽しいトーク楽しみにしています。中井さん、ありがとうございます。どこに吸いて言ってたか。倉澤さん、倉澤さん、いつもありがとうございます。ミミさん、ゲストのちびてりらちえこさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こちら三重も穏やかな日になりました。すでにコーヒー&卵サンドトークで盛り上がっていますね。ありがとうございます。あ、もうね、いつも宣伝もしてくださってね、リンクつけてありがとうございます。
しいですよね。嬉しいですよ ね、 ね。で、仙台の話に戻りますけども、うん、暑かったんですよ、うん、ものすごく暑かった、うん、で、ニコに弱いから、うん、できるだけこうステージの日陰になってるところでこう言って歌ってたんで、そう、ちっちゃく後ろの方にみーちゃんちっちゃいからちっちゃいで、どん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 こう日陰がなくなっていって、うん、最後は結構ね、うん、日に当たっちゃったけど、うん、でも大丈夫だった、大丈夫だった、酒で殺しました。酒で殺した、終わってからね、飲みに行った、うんうん、日本酒飲んだ、いいですね。美味しかった、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 うん、やっぱね、あの米どころだからね、宮城はね、美味しいね、うんうん、あの一の蔵とか、うん、あとなんだっけ、裏霞みとか、裏霞み、うん、っていうのがあるんですよ、宮城のお酒でね、うん、はい、うん、好き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 でも裏霞みもやっぱりこう、うん、ランクがあって、うん、禅っていうの、座禅の禅で禅っていうのがあるんですけど、はい、それが私は一番好き、好きなの、うん、そうなんだ、そう、大好き、甘みがある、飲みやすい、飲みやすい、ね、うん、そうなんだ、でもどっちかっていうと、うん、前はね、甘いお酒が好きだったんだよね、うん、結構フルーティーな女性向きの、でも、 もうどんどん本当おっさん化してるからどんどん辛い感じが好きになってきて、レモンサワーとかも前は甘い感じが好きだったんだけど、うん、今は好きっていう、好きっとしたやつが、あ、もう好きっきりって感じ男前な感じの男前が好きになりましたね。そうか、うん、いいですね。ということで、うん、これ話し合って紹介もしちゃったけど、自己紹介してもらってないよね。そうかそうか、はい、はじめまして、はじめまして、はじめまして、こちら皆さん、はじめまして、ちびでれらちえこと申します。本日はお招きありがとうございます、みみちゃん。遠いところ。まだみみちゃんとお会いして、ん、何回でもないのに、なんか、うん、何ヶ月でもない。3回ぐらいしかお会いしてないよ。そうだね。でも、いつお会いしたんだろう、初めて。激パさん。でね、いつだろう。2月、2月ぐらいかな。そんなだっけ、もっと後か、もっと後だ。6月7月わかんない、忘れちゃった。夏服だったよ。夏服だったね。そうだね、7月ぐらいかな。うん、まだほんと数ヶ月しか経ってないんだけれども、うん、何か、うん、惹かれるものが、今日もなんかあのお会いしたら全くねかぶってしまいました、あのミーミーちゃんに ねスカートまで、スカートまで、靴まで、靴までびっくりしました。見せないけど、びっくりびっくりね、何かなんかつながってるね、きっと前世で兄弟だったのかな、いやそうか、お母さんだったかな、おばあちゃんだったかな、私がお父さんだったかもしれない、お父さんそれもありかもしれないね、お父さん、お父さん、うん、そんな感じ、どちらから今日は聞きますか、聞いちゃう、私埼玉県です埼玉県の越谷市から参りました。越谷ね、私住んでるのは北越谷なんですけど、あ、そうなんだ、ね、はい、今話題の北越谷のあの飛んで埼玉なの ね、 ね、いいとこでしょ、でも、うん、草でも食ってろって感じですよねでも私神奈川だけど、うんうん、あの田舎の方の神奈川なんで、はい、全然越谷とかの方が都心に全然近いですからね、うんうん、あちょっと行くと思う、や、そうなん、東京と、なのになんかね、うん、ダサイ玉とか言わない、ダサイ玉ね、まあ、有名に、全然埼玉の方がすあの暮らしやすいというか、うん、あのお仕事しやすいと思う、 あちこち行くのに、結構みーちゃん、うん、埼玉に足を運んでくれてますか、はい、行きます行きま す、 そうですか、越谷は純烈さんで、はい、さんサンシティ越谷さんに何度も何度も行ってますよそれはそれはそれも今初耳ですよ、みーちゃん、本当、うん、そう、何回も行ってるよ、嬉しい、そうかも行くし、そうかも、うん、へえ、何だもそうかあったね、ライブね、あったんだ、あ、それは知らなかった、あとね川越とかもあるし、川越、うんうん、川越と結構ね、うん、あるかな、ツアーでね割とね埼玉入ってるんで、ジュニさんの、なんか行くよ、行くんだね、行くよ越谷は ねレイクタウンが、あ、そうだ、大きいですもん、ね、あそこ、うん、唯一言えるのは越谷、越谷ね、レイクタウンかな、うんうん、そう、姉がね
実は草加にいてね。お姉さん3番目の姉がね、3人姉がいるんで。え、兄ちゃん何人兄弟？4人姉妹の末っ子なんですよ。あ、女ばっかり。女ばっかり。あ、そうなんだ。 そうそう、それも知らなかった。うん、それで、うん、そう、あの姉が草加にいる。あ、お姉さんが、で昔勤めてた会社の本社も草加にあって、うん、割と有名な。じゃあ会ってたかもしれないね。そうかもしれないですね。うん、不思議。越谷に行く方が楽だな、うちから。あの川越より。そう？うん。ぜひぜひ。だって新宿から一本で行けるでしょ。うん。ね。うん、新宿まで一本。あの小田急しか通ってないんで、うちね。本厚木。あの埼京線ね。埼京線で。そうそうそう。うん、うんね。よく乗りますよ、だから埼京線。あ、そうですか。うん、それはそれは。ね。母が埼玉出身なので、うん、え、お母様が亡くなってますけどね。どちらですか？聞く、うん、聞く。奥秩父。奥秩父いいじゃないですか。本当で、私、うん、中学1年の時だけ、うん、父の転勤のかお仕事の、ね、関係で、うんうん、1年間だけ熊谷に住んでたことがあるんですよ。熊谷、うん、おで今でも親戚が四季とか四季いますね。新座とか。新座にもいます。います。あ、長泥にもいる。おお、コテコテ埼玉。でも、ね、うん、でも第二のふるさとは仙台。仙台。あ、いいですね。父が仙台なんで、ね。お父様が仙台 で、うん、で。仙台の親戚の方が、うん、あの濃いというか、うん、兄弟みたいに育っていとこがいるので、はい、そっちばっかり行ってますね。長い休みはずっと仙台で過ごしてたんで。うん、いいですね。うん、ね、お酒も美味しい。お酒も美味しい。お米も美味しい。お米も美味しい。うん、そう、若い頃はお米がすごく好きで、うんうん、本当に1日1回は絶対にお米食べなきゃ気が済まなかったの。うん、お米だけでもいいぐらいだったの。うんうん、おかずいらず。もう美味しいじゃない。うん、甘くて。炊きたてね。そう、炊きたて、うん。それがね、今ね、全然白いご飯食べたいと思わないの。あれ？うどんばっかり。うどんか。本当に気違いのようにうどん食べる。うどん大好きなんだね。うん、あの冷凍庫にストックがなくなるともう禁断症状出るくらいうどんが好き。そんなに好き、うん、今朝も食べてきた。そっか。え、なに、ちなみに何して？今日は普通のうどんでもめっちゃ辛くして。辛くして、と赤唐辛子バババババって1本こんぐらいのやつをバババって全部入れて、みじん切りにしてネギとネギと、うん、あとなんかさつま揚げみたいなの切って入れて、でそれだけ温める。あったかいの。あったかいおうどんで、うん、いいですね。おだしで、で関東人なのに、うん、黒いおつゆがあまり好きじゃないの。ああ、しょっぱい関西系の薄いお味が好きで、はい、だから関東のそばとかあんまり食べない。あ、関西系ばっかり。薄味でできたおだしの、うん、実は塩分多いんだけどね。確かにそう言われるよね。そうそう、うん、でも美味しいよね。美味しい、ね、毎日食べる、うんうん、あと、あ、今日だ、今日パンも食べた。チョコレートパン。チョコレートパン食べた。うん、あのこんぐらいのやつにチョコレートかかってて、うん、中に生クリームが入ってるやつ。あ、あるある。ビューンって某コンビニで出るやつ、うん、あれが大好きで、あのなんかフィルムこう入ってるやつ。あ、それはね、美味しくない方。あ、そうなんだ。あの、わかる、この高校。あ、フィルム、あ、白いやつ。銀だから。あ、銀の、それ似てるのあるんだけど、それ偽物。あ、偽物なんだ。偽物なんだ。本物は私が好きな、あの某コンビニの、うん、大手コンビニの、ちょっと後で、うん、ちょっとメモします。うどんもそこで買ってんの。あ、そうなんだね。2食入りで、うん、おつゆがついてないの、冷凍の。おつゆがついてないの。ついてないの。だから自分で。だし、先日ね、あの、だっけ、ラウスの昆布いただいた。ラウス、あの、北海道の。あ、北海道。うん、あの、いただいたんですよ。うんうん、それをだしね、はい、ちょっとお塩入れて。入れて。煮て、うん、それで食べたらもう最高に美味しい。いや、美味しそう。なんかお腹が空いてきた。ね、お腹空いたね。お昼私も食べてない。そうなんだね。でも9時半ぐらいに朝食べた。朝食べた。ノロノロして、ノロノロして、でも起きたのは6時だけど、うん、早っ、6時起きね、はい、起きた、起きた、うん、でちょっとお洗濯して、うん、お洗濯して、で、うん、ゴロゴロして、ゴロゴロして、あの朝の BS 番組
毎日のように撮ってるんですよ、うん、歌番組を、はい、それは先輩が皆さんね、うん、MC されてるから、はい、撮って見てるの、それを見ながら食べたりとかして、うん、食べたりして、でその後シャワー浴びてこれ、ね、お支度して退社しよう、髪の毛も濡れたまま今日来た、うん、もう歩きながら歩きながらめちゃめちゃズボラなんね本当に、うん、いいよいいよ、着く頃にはとっくに乾いてんだろうなと思って、うん、すっかり もう全然乾いてるでしょ、だからここ楽屋で前髪巻いてね、うん、巻いてスタッフに見られちゃった、いい感じ、大好きなゆきくんに見られちゃった、カラー前何やっても可愛い、いやいやいや、もうそれ恥ずかしくないんですかって言われたことあるの、うん、みんなのいる前で前で、うん、別に恥ずかしくないんだよね別に、うん、このまま何なら出ちゃおうかっていうぐらいそういうなんか恥じらいというか、うん、そういうところ の部分に欠けてるみたい、うん、いいよねいいよね、いいよね、それでも全然いいでしょ、うんうん、私もいいと思う、いいでしょ、うん、一緒、うん、ということで聞いてもらおうかな、ちーちゃんの歌いっちゃういっちゃおう、やめてほしい、何を最初に、お流ししましょうか、いやもう本当に流す、もうみーちゃんのにしよう、差し替えよう、絶対ダメもうお渡ししてるかみーちゃんのに差し替えよう、うん、ね、じゃあチビデレラ千恵子さんでカバー曲ー直美の夢お聴きください、直美の夢聴いてください、1、2、3、4、ギター弾いて歌いますね。ギターね、これはねすごいね。いや、あの私ギター始めて
7年経つんですけど、まだ全然それぐらいやるんだからね。もう先生にもう申し訳ない限りなかなかうまくならないで私コードがね、コードチェンジができないの。だからすぐ挫折しちゃう。いやいや、みーちゃん一緒にまたやりましょうギター一緒にさっきちょっと楽屋でお話したけど、あの先日実家に帰った時に、これぐらいの電子ピアノ、あの光るやつ、電子ピアノ、持ってけって言われて、持って帰ってきたんです、車で行ったから、で自分の家にももっと大きい電子ピアノあるのね、だけど持って帰ってきたの。でも面白くて、めっちゃハマってんの今。あ、光るじゃん。いいね。でもう何曲も入ってて、でバックの演奏も流れて、こうなんか弾くと、めっちゃ弾ける気になるのよ。私弾けるみたいな。そう、すっごいこんなになっちゃって、もう酔いしれちゃって。そうそう、酔いしれて本当。でもね、それをやって少しなら、あの練習して、普通の元あった電子ピアノでやると全然弾けないの。あ, あれなんだっけ。あれ、そっか。でも練習して、普通のでやるといい、いいかもしれない。あ、そうだね。やって。今ハマって、ハマってるんだね。この間朝の5時までやってた。それすごい。楽しくて、あのヘッドホンしてね。やって。え、ちなみに何弾くの？あのね、ちょっとね、3月に、あ、インターネットテレビをやってんですよ、毎月第2土曜日に。それにレギュラー出演してるんだけど、3月に2人お誕生日の人がいて、そのお誕生日でこう出し物みたいのするのね、メンバーがいると。だからね、それまでになんか覚えようと思ってるんだけど。あ、いいね、今ちょっといい簡単なやつ覚えようと。楽しみですね。いいですね。腱鞘炎になるんじゃないかっていうぐらい痛くなりました。結構やってますね。じゃあ、やった、へ、まだ飽きてない。じゃあぜひぜひすぐ開けるんだけど、まだ飽きてない。毎日弾いてるね。今度ライブで、そんなやろうね。ライブでさ、みーちゃんさ、あのバックバンスをかけてで弾いてる、やってる、そっちなんか見たいな、みーちゃん。でも歌えないよ、こう弾きながら。あのドレミーで歌うなら歌えるかもしれない。でも弾いた歌は難しいよね。難しい、難しいけど、両手なんかもう今できないもん、子供の時はちょっとはね、両手でできたけど、両手でできるのは猫ちゃん踏んじゃったぐらいで。ああ、猫踏んじゃった、あ、もうあと主旋律バン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 ドミソ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 とかしかできない。レファラ しかできない。私ピアノできない。でもなんか結構今楽しい。あ、いいね、楽しいことがあるとね、夢中になれること。いいよ ね、 そうね、いいな。新しい趣味にしようかと思ったけど、多分ねすぐ開けるから。開けちゃう。来月の番組の時はもう終わってると思う。そうかな。やめました。やめました。あ、ました。あれ、でもやっぱりピアノ、いろいろ、いろんな楽器を触ったけど、やっぱりピアノが一番好きなのかな。自分に合ってるのかな。ピアノって言ってもね、今も電子ピアノしかやってない。そう、今度なんかがあったらね、聞かせてね。できたらね、みーちゃん、ぜひ、コメント読みます。ペンネームバレンティンさん、バレンティンさん、ありがとう。あ、なんか30分くらいまで見れる人もいないかな。ミーミーの幸せなメロディ番組見てますよ。お二人の衣装黒で揃ってまして素晴らしいですね。これからも応援してますので頑張ってくださいっていうことで、千恵子さんとっても素敵ですよ、頑張ってくださいね。 ありがとうございます。ありがとう、バレちゃん。そう、いつもね、なんかいろいろ応援してくださってね、盛り上げ隊なんですよ。盛り上げ隊。そう、あのひとみファミリーの時もいつも一番こう拍手したり、こうやったりとか導いてくれる応援の仕方を、ありがたいですね。ありがたい ね、盛り上げてくれる人がいないとね。そうですよ ね、なんかやっていいのかなっていう時もあるじゃない。あるある。で、あんまり歌ってる時にわーってやっちゃうとうるさいし、どうしようかな、そうそう、みたいな、声聞こえなくなっちゃうとかってね、周りの迷惑とかにもなりかねないから、ね、それをうまくやってくださるから ね、すごくいいですよ、ね、本当に盛り上げたい。盛り上げたい。盛り上げたい。
ありがたい。ありがたいですね。でね、この番組が、うん、ミミの幸せなメロディーっていう番組名なんですけど、はい、なんかこの歌を聴くと元気になるとか、うん、なんかあの時思い出すなとかいう歌あったら教えてください。 あのね、うん、私、うん、そう、私ね、あの昔も結構前になるんだけれども、うん、映画で、はい、フラッシュダンスっていうのが、みーちゃん知ってる？結構有名ですよね。あのね、うん、あれを見て、映画実際ちょっと内容はあまりわからないんですよ。実際に。でもね、なんかね、18歳の少女さんが、うん、なんかプロダンスのダンサーを目指していく見たことある。それでもう一生懸命いろいろ仕事もしながら練習しながらっていう、でその時に曲が書けるんですよね、そのフラッシュダンス。それがもうなんかもうね、ずしっとくるんですよね。頑張ろうっていう、このフラッシュダンスの曲、あれがね、タララーランっていうやつ。ああ、そうです、そうです。もうそう、タンタタタンって始まると、あれちょっとドキドキするわ。タタタタってさ、もうそれが来ると頑張ろうって。なんかトゥーシューズかなんか履いてる、うん、足からこう映るなんか場面をなんとなく、うん、ちょっと覚えてます。見たことがあるかな、うん、テレビで。そう、その時にね、もうドーンってかかるとね、うん、もう、はあ、今でもそれかかると、うん、なんかもう元気になるな、やんなきゃみたいな。やる気の歌だね。やる気の歌だね、うん、挑戦する感じですからね、うん、なんか頑張ろう、頑張んなきゃ、そう。もし聞いてみてください。聞いてみよう、うん、ゆっくり。あんまりちゃんと聞いたことないかもしれない、うん、日本語では、うん、あの誰でしたっけ、あのあの歌を歌ってくれたフラッシュダンスの、知らない、知らない、あの朝倉美紀さんだったっけ。朝倉美紀さん、あのドラマです、チューアイデス物語で、なんだっけ、ノロマの亀とかってなんかありませんでしたっけ。あのなんだっけ、女優さんの、あのそう、出てこない、アイドルだった人、アイドルだった人、あ、堀ちえみさん、堀ちえみちゃん、うん、が主演してた時の、でもフラッシュダンスの曲で、あ、そうなんですか。それがなんか日本語で、あの朝倉さんが歌ったんですけど、朝倉さんってあれでしたっけ、あのラグビーのラグビーの、あれラグビーだっけの番組の、あ、歌ってた人だよね。あの何でしたっけ、何でしたっけ、あ、助けてほしい。スクールウォーズ。スクールウォーズ。あ、山下真司さん。そうでした。が先生の。うん。あれの歌を歌った人でしたね。そうですよね。そうですよね。そう。フラッシュダンスの歌も歌ってたんですね。そうですか。もうすごいパンチのある声ですもんね。もうすごいですよね。もう、ね、そう、その当初の曲が大好きで、そうですね。もう。お気に入りの曲ですね。他にあります、うん、あともう一曲はね、うん、そうだな、やっぱりあのトゥモローかな。トゥモロー、トゥモロー、うん、トゥモロー、あの誰の人、あの岡本真代さん。ああ、涙の数だけだ、だけ、うん、あ、知ってます。そう、もう涙の数だけ、知ってる、知ってる、うん、聞いてた。そう、私岡本真代さんのアロンだったらよく聞いてた。暗い、暗いやつか。こっちはもうなんか、あ、トゥモローこれですよね。あ、トゥモロー、そうです、そうです、これもね、そう、元気になりますね。そうなんですよ、この涙の数だけ強くなれるよって、明日は来るよ君のためにって、で明日は来るよどんな時もみたいな、本当にそうですね。うん、もうなんか元気をもらって応援してくれる、ね、今でもよくかかりますもんねこの歌はね、うんうん、なんかもう元気、元気で、元気ですね、うん、そう、今度歌おう、歌おう、あ、今度一緒に歌おう、歌ってくれる、みーちゃん、いえいえ、みーちゃん、ちーちゃんで、みーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃん、みーちゃん、あ、ちーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、ちーちゃん、どっちでもいいか。ぜひぜひね、はい、お願いします。わ、嬉しいな。私ね、応援歌みたいのね、実はね、うん、詞は作ってるの。あ、みーちゃんのね。作曲と編曲つけるのお金かかるから、ちょっと、うん、あの寝かしてるんだけど。あ、温めてる最中。温めてる。あ、そうなんだ。これね、いいと思う。
結構いいなと思う。仕上げてほしい。ね、仕上げたい。うん、ぜひ。なんとかね。うん、あとまあまあ他の歌もね、うん、途中までのがあるんだけど、いくつかね、うん、歌は詞は作ってあって、作ってある。寝かしてる。じゃあ曲だ。うん、ね、曲を。曲ね。うん、まあ、来年はね、うん、新曲を出さなきゃな。あ、楽しみ。その新曲。でもラブイズマジックまだ浸透してないからな、これ。ラブイズマジック大好き。覚えてくれてる。すごい。みーちゃんの歌好き。ありがとうございます。うん、大好き。ね、私もちーちゃんの歌好きだよ。もう一個じゃあ、きしちゃんの歌聞いてもらおうかね。え？耳をすまそう。やめよう。カントリーロード。カントリーロード。これカントリーロード、うん、耳をすませばっていうのはサブタイトルみたいなんですか？そのままカントリーロード耳を澄ませばっていうタイトル。カントリーロードで耳を澄ませばってなんか、ジブリ？あ、はいはい、うん、この歌は知ってます。はい、あのカントリーロードって昔のあの英語の歌、うんうんうん、あれをそう私が中学の時かな、もう年が割れるよね、あの中学の時にその英語を覚え、このカントリーロードを英語で歌いたくって、うんうん、でも英語できなかった。難しいよね。挫折した。とかじゃあそれ聞いてもらえる、うん、これ日本語？日本語。日本語。じゃあ日本語聞いていただきましょう。カントリーロード耳を澄ませば。はい。はい。いや、自分で作んないの？あの、私
ギターの教室で、うん、レッスンの時に一曲作ってみましょうってことがあって、はい、で作ったのが一曲あるんですよ。でも先生のご指導の上おもとで一曲作ったんですけど、うん、そう暗い感じの冬のタンポポみたいないいじゃないですか冬のタンポポ、うん、冬って咲かないの？タンポポ。タンポポは咲かないよね。そうなんだ。やっぱし暖かい春になって、そう、そっか、もじゃもじゃ、綿毛、綿毛、もじゃもじゃとか、綿毛、綿毛、綿毛ってね、うん、でも強い句だよね、うん、好き、雑草は強くて大好き、ね、うん、だってコンクリートの間からとか生えてきますもんね、うん、綺麗なね、うん、お花がこうなんか自分っぽいあ、強いんだ、私っぽい打たれ強いですよ。ああ私だね、もうすぐへこたれるの。本当、うん、なんかへこんでもすぐ立ち直っちゃう。えらい。あんまり考えないというか。本当、みーちゃん。私ね、めり込むタイプ。めり込むの？うん。そう。なんかある程度考えたらバカバカしくなってきちゃうの。うん、あ、こんなこと言ったら悩んでたらもうあれだなと思って。えらい。そっか。うん。雑草のように。さあ雑草がいいよ、うん、そうだね、うん、踏まれてもそうだね、うん、踏まれてもまた立ち上がるもんね、うん、引っこ抜かれてもまた生えてくるんだからね。そうか、そうどん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 もそうだよ、埋まっちゃうから、さあそんぐらいになんないとね、うん、でちーちゃん今後あれですか、うん、はい、ライブの予定とか、うんうんうん、1月だね、このさっき一番最初に見ていただいた池袋の劇場さんでね、劇場さんで、ね、うん、またあれか、そう、そのうち告知ができてね、うん、何時からとかね、うん、ねえ、うん、私もだけど、ちーちゃんも今ライブハウス中心に結構やってるから、うん、いや、ね、もう全然全然、また一緒できるといいですね。よろしくお願いします。いやみーちゃん。そう、みーちゃんと出会えて嬉しくて、うん、ね、本当に運命的な、本当ありがとう、ね、最近なんか多い運命的ので、しかも女性ばかり、うん、まあ男性はいいけど、でもどうでも、いや私の告知じゃさせていただきますね。はい、みーちゃんお願いします。あさって11月25日これも池袋劇場さん、うん、池袋東口劇場さんね、さん、はい、12時開演なんですけど、私の出番は11時30分頃で、うん、先日ね、自主制作映画の監督さんとね、なんかいろいろお話しして、うん、監督とコラボで今回は出て、自分の枠はなくしてもらいました、はい、ちょっと映画の撮影込みで出演させていただきますので、ぜひぜひ、来てください。わー、あと12月9日はですね、毎月第2土曜日19時からね、インターネットテレビに出演しています、うん、今回は12月だから私のお誕生日月なんですよ。みーちゃんの誕生日だね。だからメンバーの他の3人の方が私に何かこう出し物を出してくれるという、うん、楽しみですね。皆さんね、多彩だから、うん、ぜひね見てください。YouTube で無料でご覧いただけますので見てください。楽しみにしてます。あと12月10日ゆみさなさんご存知ですか？ゆみさなさんのね、コミュニケーションアルバムの記念ライブということで、うん、下北沢ラグーナ17時開演ですね。こちらに17時前回第3弾の時も出演させていただいて、うん、その時は秋葉原だね、うん、ですね。で出させていただいたんです。今回もね、はい、楽しみ。今回ね、うん、ひとみんさんも出てくださるからね、嬉しい。嬉しい。あと18日ですね。12月18日、町田フォーラム。これね、入場無料なのでね、お近くの人はぜひぜひ来てほしいな。これね、ちょっとだけコーナー司会と、うん、まあ、歌は1曲だけになっちゃうのかな。まあでも出るのでね、ぜひ見に来てください。12月18日、月曜日、平日なんですよね。平日の昼間だからね、結構難しいかもしれないけど、うん、入場無料だからお近くの方、うん、本当来てください。素晴らしいゲストの方がいらっしゃる。無料ですか？無料なんですよ。わ、うん、
すごい。そう、今までね、ヤマトでやってた時はね、2000円ぐらいだったのかな。でも今回無料、町田でやらせていただきます。あとですね、12月20日、いつもねお世話になってるね林梢先生のクリスマスディナーショーがあって、これがなんとクリスマスなのに東京大神宮でやるという。東京大神宮、京都、あれみたいな感じなんだけど、すごいね面白いあれですよね、試みですよね。これも11時開演ですね。まだこれ載ってないんですけど、ぜひぜひお越しください。あとこれ大事、12月23日、中野名曲堂さんで一日店長をさせていただきます。この1週間後がですね、私のお誕生日、30日お誕生日なので、あの誕生日のライブを兼ねてやりたいと思ってます。13時から17時までいますので、いつ来ていつ帰ってもいいので来てください。あと25日ね、あの こちらでね、あの4時間生放送、なんかゲストでお呼びいただいたんですよ。なのでスタッフの皆さんよろしくお願いします。あと28日もここ、またこのね、耳の幸せなメロディーがあれやりますので、お願いします。生放送ですね、はい、で年変わって1月22日横浜技能文化会館10時開演ですね。これもねまだ一般の歌唱の方、あの募集しておりますので、何かありましたらこのお問い合わせ先か、まあ、もしくは私のご連絡先を知っている方は私に直接ご連絡ください。あと2月、これちょっと先なんですけど、2月18日、AFR 横浜ショーレストランというところで一時開演で、こちらもね初めて出演させていただくんですけどね、あのベリーダンサーの方とか、おベリーダンサー、あとウルルジュンさんとかね、この方すごい、あの、あれウクレレ、素晴らしい方でね、面白いトークもすごく楽しいんですね。あと南蓮さんが出演されるのでね、ぜひぜひ楽しみですね、お越しください。またあのいろいろちょこちょこと入ってるんですけど、それは私の SNS をチェックしてください、よろしくお願いします。はい、そうね、なんかね、結構ねまたここ入ったりとかしてるんですけどね、まだ詳しいことは自分が分かってなかったり、まあでも打ち合わせが多いな、1月のこのやつとか、でも忙しいね、とかもね、スケジュールいっぱい、ですね、ありがたいことにね、ちょこちょことは入ってますね。なんかゆっくりしたい、温泉に行きたい、温泉行きたい、温泉いいよね、温泉の、なんかイベントとかやりたい、一泊とか、温泉の宴会したいの、宴会、温泉の宴会場で。だって帰んないでそのまま飲んで寝れるから、いい、ね、あそれ最高でしょ。まあそういうねちょっとお話も今出てて、あ出てるんですか、出てるの、あ素晴らしい。ね、またねそれは、まあ、これからお話するんで、ぜひぜひ、そう、ねね、楽しみです ね、来てください。行きます行きます。温泉でも泊まりになると高いよね。あでもホテル代とかかかるでしょ、まあ、飲み放題にしてもらって、これからね楽しい、あの、まあ、ゲストさんはある程度交渉して、あの、あとはホテルとの交渉で ね、楽しい計画ありますね。でも現地集合現地解散ですよ。あもうそれはさっぱりして。あのであの車とかバスとか頼んじゃうと、チャーター料が高くなっちゃうと、もうまたねお値段上がっちゃうからね、できるだけこう抑えて抑えて抑えて、そうやって楽しみ、ね、楽しみ、ちょっと、ね、楽しみですね、それも今ね進めてる最中。あいいですね、ワクワクする、ワクワクするでしょ、ワクワクする、とにかく温泉入って酒飲めればいいんだけど。最高、最高ですよ。あ温泉とお酒、お酒もう、最高のあれじゃない、温まるし、温まって、ね、酔いもあるかな、回る回る、ね、うん、なんならこう温泉に浸かりながら桶に入れて飲みたいね。タオル頭のっけちゃう、もうのっけちゃう。ほんと最近ね家で絶対飲まなかったのに、すごい飲むようになった家でも。最近飲む飲む、帰りがけにコンビニでちょっとチューハイとか買ったりとかして、家でカッと一人でカッとピーナッツとか食べながら、カッとカッと。ま
ますよ。あ、いいですね、みーちゃん。なんかこう、うん、お酒の話やっぱり出ちゃいましたけど、うん、私も好き。もうそう、番組終わっちゃう。あ、終わっちゃう。この後飲みに行こうか。行こう行こうか。行こう。行っちゃうか。というわけでですね、今月のお友達歌手のゲストさんです。いや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 、みーちゃんみーちゃん、それだけは。もう一回ね、一緒にやりましょうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。みーちゃん、ちえこさんでした。ありがとうございました。また来月。お世話になります。